やってまいりました。スチームプラネットズーカップアニマルサッカー大会、琴の葉動物園からお送りしております。司会は私、サッカーを語らせるならこいつの他しかいない、東北いたこと。解説は蹴ったボールがあさってにきらめく京町聖夏です。よろしくお願いします。対戦するチームの紹介です。肉食獣代表アフリカライオンズ。各選手精神を集中させていますね。対するは草食獣代表オジラムーフットボールクラブ。角を振りかざし闘志をあらわにしています。グエー。今試合開始のグエーが鳴りました。両者ゆっくりと動き始めます。この試合どう見ますか、京町さん。そうですね、パワー対決となると体格で勝るオジラムーに有利でしょうが、ライオンには優れたチームワークがあります。まさに力と技のぶつかり合いと言えるでしょう。さあてムーが退去してボールをにじり寄っていくが、おーっと、ここで真っ先にライオンがボールを確保。素早い飛び込みでしたね。ボールを巧みに操り、ムーのディフェンスをかわしていく。11頭中9頭ものムーが迫りますが、その全員がスルー。まさに波乱の幕開けとなりました。このまま初動はライオンが握るのか。おっと、ここで、あー、痛恨の空振り。気合が空回りしちゃった感じでしょうか。まだ始まったばかりですからね、焦らず落ち着いたプレーをしていきたいところです。さてこのチャンスにライオンズはまったりしている。後半に備えて体力を温存する作戦でしょうか。まさに眠れる獅子ですね。現在ムーがボールを確保しているが、あーっと、鉄壁の守りを抜けた。そして何やらこちらも鉄柵の囲いを抜けてるぞ。おやおや、選手が一頭エリア外へと思ったらフェンスに吸い込まれていった。これはいけません。鉄柵をレンガ塀に差し替えます。失礼しました、試合に戻りましょう。おっと、ダッシュからのソフトタッチ。これはどういう思惑でしょうか。そのまま腰まで下ろしてしまいました。意図しない動きを取ることで相手を揺さぶっているのかもしれませんね。なるほど、高度な頭脳戦ということですか。ここでパスを出して一気に駆け出した。相手のゴールにかなり近づきました。今のは素晴らしいプレーですね。お互いに信頼関係がないとなかなかできないですよ。さすがは百獣の王。しかし群れで暮らすのはヌーも同じ、仲間との連携を生かして攻め返したいところ。ここで一頭のヌーが走り寄る。どう来る、返せるか。ああ、味方に当たってしまった。連携が崩れてますね。おっと、しかもボールを蹴った先はミーカーターゴールだ。キーパーがうろたえています。自ら苦しい状況を作っちゃいました。しかし駆けつけた味方がボールを逃がします。チームを守るファインプレーです。これでかなり安全になりました。さあ、危機を脱したオジロヌー。ボールをライオンが狙っているが、おーっと、どこへ行く。ランチタイムです。両チーム仲良く食事を楽しんでいます。試合中ではありますが、やはり空腹では動けませんからね。そうこうしている間にボールが中央へ戻っています。一定時間触れられないとボールは自動で元の位置に戻る仕様です。この展開がどう左右するのでしょうか。ライオンのドリブルをヌーが阻止、そしてそのまま味方の顔面へ強烈なシュート。ああ、これは痛いですよ。意識が朦朧とした状態でボールを蹴った先にはやっぱり味方ゴール。バックパスなのだとしても、ここより手前にヌーはいません。おっと、またしても、違う、そっちじゃない。迷いもなく自分のゴールにシュートを打っていった。ボールを当てられたことで頭に血が上っていますね。この機会をライオンは見逃さなかった。いち早くボールの元へと向かいます。今ならゴール前はガラ空き、オフサイドとかなんか難しそうなルールもありません。どうだ、決めるのか。どんどんボールを運んでいく。惜しい、あとほんの少しが進まない。ゴールをものにできるのか。助っ人が駆けつけましたね。アイコンタクトを取っているようです。この状況でも決して手を抜きませんね。相談事は決まったのか。助っ人ライオンがボールに集中して別のが蹴った。おっと、どうだ、決まるか、決めるのか。これは入らない。ほんのわずかなところでボールが止まっている。あと一押し、いけるか。なぜそっちに飛ぶ。ライオンズ得点ならず。オジロヌーは運に救われました。またとない回を逃してしまい、ライオン選手うなだれています。その間ヌーはカメラにも映りません。はあ、ここで試合終了のホイッスル。20分の激闘の末、
両チーム得点はありませんでした。勝敗はつかなかったものの、非常に生ぬるい試合を見せてもらいました。選手同士が戦い合っています。以上、アフリカライオンズ対オチロヌー FC 戦は琴の葉動物園からお送りしました。ではまた次回。なもんねーですわ。